猫背の方は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、約たったの1分、猫背サイズを一緒にやっていきましょう。エクササイズは3種目あります。20回、20回、10回という風になります。メリットとしては、腹筋背筋肩をですね、適度に筋トレできてストレッチできます。猫背の方の多くが背中の筋肉が弱い、背中が硬い、腹筋の方が強い、そういった方が猫背になってしまいます。で、今回お腹のストレッチ、背中のエクササイズ、腰のストレッチが行える3種目ですので、頑張っていきましょう。ではやり方を説明します。はい、まずスノーエンジェル、これを20回やるんですけども、やり方としては、手を前に伸ばして背筋をしながら手を横に置いて戻す、横に置いて戻す。上半身はできるだけ勢いよく上げます。そして手の動きはダイナミックストレッチ、いわゆる動きが速い方がストレッチができますから、1回のテンポは1、2、3、これぐらいのペースでやっていきます。で、2種目目スーパーマンなんですけども、手と足を肩幅に広げて上半身と下半身を同時に上に上げます。これも半分ストレッチをしたいので、動きは早めです。これぐらいのペースで20回行います。で、ラストスイングバック、背泳ぎみたいな動きをするんですけども、手を前に伸ばして片方ずつ太ももの裏をタッチする感じで、上半身をしっかり起こして手を遠くに持っていく感じで、ももタッチしたら帰ります。こういう感じで左右10回行っていきましょう。では一緒に頑張っていきましょう。いきます。今度はスーパーマンです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、スイングエンジン、お疲れ様でした。まあ、たったのね、1分程度ですけども、結構背中ね、結構鍛えられましたね。これでしっかり上半身と腹筋のバランスが良くなってます。お腹は適度に伸ばされて、背中を鍛えられてますので、まあ、背中がね、こうなっちゃってる方が、割とね、今ね、まっすぐ胸が腫れてるんではないでしょうか。結構やっぱりね、痩せたいとか筋肉つけたいっていうために、自分の好きな種目とか、あとは胸とか足とかね、そういうのばっかりやってしまいがちなんで、まあ、こういったね、地味な猫背サイズを3種目たまにやってもらえたらと思います。自分でやるのっていうのはやっぱりね、モチベーションかなりいりますんで、まあ、何度もね、動画を見ながらやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントをよろしくお願いいたします。 SNS されてる方はぜひ猫背サイズ流行らせてください。よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.